給料変わんねー。はいどうもー、弱小セドラの高田です。今日はですね、今最強に忙しいあなたへ、仕事の合間で終わる簡単電脳リサーチというテーマで動画撮っていこうと思います。2月も終わりまして、3月にね突入しようとしているわけなんですけど、3月といったらですね、年度末ですよね。まあなんせ忙しい月だと思います。会社からの辞令でもうね、あなたはここに転勤してくださいとか、この部署にね移動してくださいっていうね、人事異動のね通達があったりとか、あとねお客さんにね、もう年度末までにこの仕事を完了させてお客さんに納品しないといけないっていうね、そういう仕事に追われたりとか、あと3月といったら決算月ですよね。決算に関わるですね、まあ、仕事の書類作成とかね、そういう事務的なね作業がめちゃくちゃね多くなったりとかっていうところで、もうなんせね3月は忙しい月だと思います。それでもですね、会社からの給料は何も変わらないわけですね。どう考えてもねおかしいなって思うんですけど、僕もですね底辺社畜時代ですね、3月に関わらず、まあ、年がら年中かなり忙しかったんですけど、それだけ忙しくね仕事していたとしても、会社からの給料は何も変わらないわけですよね。だからこそ僕はですね、サラリーマン辞めて背取りで脱サラして、もう自由に生きてやる、自分の裁量でですね忙しくしたりとか休んだりとか、もうそういうのを自由にできるっていうね、そこに結構憧れ持ってたので、もう絶対そうなってやるっていうので背取り始めたんですけど、実際ですねこの動画見ている方でもそういう気持ちになってる人多くいらっしゃると思います。こんなに最強に忙しいのに給料変わらないって正直やってられないですよね。でもそうは言っても本業がないとね生活できないから、パッて仕事辞めることなんかできないですよね。だから会社行きながらサラリーマンやりながら手取りでね収益を少しずつ上げていくってね選択を取らざるを得ないんですけど、ただね副業に割く時間なんかあんまないじゃないですか。サラリーマンってやっぱ基本的に忙しいんですよ。毎日がもう戦場ですよね。だから僕はサラリーマンのことを戦士っていう風に呼びたいなっていう風に思ってるんですけど、だからこそ今回ですね、そんな仕事が忙しくても仕事の合間とか会社から家に帰ってきた時のちょっととした時間とかで終わる電脳リサーチっていうのをちょっとね画面見せながらお伝えしていこうと思います。まあ、以前ですねこういうような使える電脳サイト3選っていうのをですね動画上げさせていただいたんで、電脳セドリですね気になってる方は概要欄に URL 貼ってますので、ぜひねご覧いただけたらなと思います。で今回ねやっていく電脳リサーチはですね、 Amazon ランキングからの横展開っていう形になってきます。というわけで、ぜひですねもう今のですねもうめちゃくちゃ忙しいサラリーマンの状況から少しでも抜け出したいなっていう方は、ぜひこの動画最後まで見ていただけたらなと思います。それでは本題の方入っていきましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。はい。というわけで、ちょっとですね、画面の方映ってきました。はい。これちょっとね、見えてるのが Amazon の画面なんですけども、ここで Amazon のランキングからのリサーチ、かつそこからの横展開っていうのをね、ちょっとね、電脳リサーチでね、やっていこうと思います。はい。じゃあまずね、Amazon ランキングから見ていくんですけど、まあ、Amazon ランキングどうやって見るんだっていうと、このね、Amazon の画面の左のところのここですね、すべて、左上のすべてっていうところを押すと、こんな感じで、いろんな項目を選ぶことができます。で、ここでカテゴリーっていうのがあるので、ここでですね、まあ、すべて表示ってやるとこんな感じで広がるので、ここで一つ一つ絞れるんですね。カテゴリーを絞って見ることができると。まあ、僕はですね、おもちゃ、ホビー、ゲーム関連しか背取りしないので、今回ホビーのランキングから横展開やっていこうと思います。ちょっとね、見ていくんですけど、これですね、ホビー。これ絞ってあげると、こんな感じで。ホビーのね、ページが出てきます。ホビー専用ページですね。ここだけでもね、結構リサーチできそうなんですけど、今回ね、ランキングからですね、売れ筋ランキング。ここもっと見るっていうのがあるので、もっと見るを押してあげると、こんな感じでランキングを見ることができるという形になってきます。で最初この中で何を見ていけばいいかっていうと、プレミアになってる商品を見つけていけば OK です。とは言っても、まあ、定価から上がってるのがプレミアなんで、まず定価を知らないといけないわけですよね。はい。で、最初からね、そんな定価がね、頭の中に入ってますみたいな。もうこの商品の定価はいくらで、この商品の定価はいくらでみたいな。一番最初の状態から入ってる人なんか、まあいないですよね。よっぽどね、こういうホビーとか、そのカテゴリーがもう大好きっていう人じゃないと、定価なんか普段気にすることないと思うんで。だからね、最初はね、ちょっと一つ一つ丁寧にね、定価を調べてあげるっていうのはね、やっていかないといけないかなと思います。まあ、言っても、そんな定価を調べるくらいだったら、そんなに手間はかからないと思います。例えばね、この商品とかをこうタイトルコピーしてあげて、で、こうやって検索してあげて。で、定価とかっていう風に調べたら、こんな感じで定価出てくるんですね。最近の Google ほんとすごくて、こんな感じでも検索したら文字でこう出してくるんですね。8250円で、ね。で、この商品の定価は8250円とかっていうのを結構すぐわかるので、最初全部見ていくの結構おすすめです。はい。で、それやっていくことで結構相場感なんかも身につくので、定価がいくらでとかね。
で、実際ね、ちょっとね、見ていこうと思うんですけど、まず1位のね、この商品、ね、ゼノブレイド2ニア、ね、プラスチック製の、フィギュアですね。で、これですね、今実際プレミアになっております。まあね、一つ一つ定価をね、調べていたら確実に気づくことなんですけど、これはね、プレミアになっております。これの定価は26,000円ですね。なので、今33,000円なんで、もうかなりのプレミアになっているっていう商品ですね。で、これはまあ予約商品なので、2023年の6月30日ってことで、まあ相当先の商品にはなるんですけども、まあ今現状プレミアになっているっていう形ですね。じゃあこれが定価で仕入れても全然利益出るので、定価販売してるお店があったら、利益出るわけですよね。じゃあちょっと調べていこうと思います。で、ちょっとね、見ていくんですけど、これがちなみに先ほどのフィギュアの公式のホームページですね。で、これ公式ホームページもですね、ネットショップとかですね、持ってたりとか、ネットショップ紹介してくれてたりとかするんですよね。あ、ここですね、ご購入方法ってところで、グッドスマイル、オンラインショップの商品ページですね。この商品を作っているメーカーの、オンラインショップですね。で、これが Amazon での販売、先ほどのページに飛びます、これは。で、これ、アミアミでの販売ってね。これ、アミアミっていうのも、まあ、通販サイトですね。はい。ここも、飛ぶことができると。ただ、ここは、ちょっと今予約停止中ってことで、これは要するに、売り切れてるっていうような形になります。もう売り切れちゃってますよ、って形ですね。じゃあ、このね、グッドスマイルオンラインショップのね、ページにね、飛んでみようと思うんですけど、ここはまた残ってますね。このメーカーの、オンラインショップはね、まだ残ってるっていう形なんですけど、じゃあね、これ26,000円なんで、しかもこれお一人様2つまで販売ということで、まあ、2個買えるって形ですね。で、ここでね、1個注意しないといけないのは、送料がいくらかかるのかっていうところですね、送料。で、これはね、ご利用ガイドですね。ここを見ていくと、まあ、大体ね、どのホームページというか、どの通販サイトでも、まあ、絶対送料のところは書いてるので、はい、ちょっと見ていくと、例えば、このショップだと、これですね、送料はいくらですか？送料は1回のご注文につき660円がかかりますっていうふうに書かれてますね。で、1注文1梱包での発送とさせていただきます。ということで、まあ、2つ買っても、1注文扱いなので、まあ、この1注文で660円、プラスでかかってくると。いう形になってきます。だから、まあ、二つ買ってるんで、だいたい一商品あたり330円ですね。送料がかかってきます。660円割る2ですね。で、なると、じゃあ、これ仕入れ値が26,330円になります。じゃあ、ちょっとね、計算してみると、まあ、今3万3000円ですね。はい、じゃあちょっと見てみます。あ、ちなみにこれは、イーリサっていうね、まあ、使ってるツールで、これについてはね、ちょっと詳しく以前、解説させていただきましたので、まあ、気になる方はね、ぜひ概要欄貼っておきますので、ご覧いただけたらと思います。で、ちょっとね、見ていくと、ここでね、利益計算できるんですけど、仕入れ値が 26,330 円ですね、送料込みで。これ予約商品なんで自己発送になります。まあ、大体段ボールなんで1000円くらいですかね。利益計算してみると、まあ、こんな感じで、だいたい1個あたり2370円利益が出るという形になります。で、2370円×2なんで、この商品で4740円ほどの利益は見込めそうだなという形になってきます。結構美味しいですよね。はい。まあ、全然、いい商品だなというふうに思います。で、ここからがかなり重要で、こういう商品を見つけたら、しっかりと関連商品っていうのをリサーチしていきましょう。関連商品。これが横展開っていうものになります。もう普通にですね、例えば、ゼノブレイド2っていうね、タイトルがあるので、これね、ちょっと検索してみましょう。ちなみに、検索するときは、まあ、ホビーっていうね、中でリサーチしてもいいんですけども、まあ、結構僕は全体的にリサーチすることが多いです。他のカテゴリーも全部含めてっていう感じですね。で、ちょっと見ていくと、例えば、まあ、ゼノブレイド2ってゲームがあるんですね。ゲーム。で、こういうものもね、プレミアになってることがね、あるわけなんですよ。だからそういうのもね、しっかり見ていくんですけど、あ、例えばこれとか、ちょっとプレミアになってるっぽいですね。まあ、こういうのもですね、最初はね、多分相場感ないと思うので、まあ、しっかりとね、定価とかね、一つ一つ細かく見ていく必要あるんですけども、これね、実際じゃあちょっと電脳リサーチやってみましょう。まあ、おそらくね、プレミアなんですけど、まあ、ちょっと定価って調べてみましょう。まずは。はい。これ、任天堂のね、公式のページなんですけど、4378円ですね。はい。4378円。つまり、これが今7500円なんで、まあ、全然プレミア商品ですね。じゃあ、これがですね、普通に、ネットショップで売ってたら、利益出そうですよね。で、こういうのね、普通にこう、ショッピングっていうのがあったりするんで、ここでちょっと調べてみます。で、見ていくと、結構この商品、まあ、これ中古品だからダメですね。これは別の商品ですね、ゼノブレイド2。パッケージが違います。これヤフーショップ、これ中古品ですし、これも7900円と。なんか見てる感じちょっとあんまないですね。この商品を定価以下で売ってるお店がそもそもなさそうですね。じゃあそういうのが分かったらちょっとこの商品は諦めましょう。じゃあどうするかっていうと、ここの下に行くんですよ、下。どん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 下に行きます。
なると、これ、こちらもおすすめっていうのが出てくるんですよ。で、ここで、まあ、横展開が勝手にできるんですね。これめっちゃ便利です。僕めっちゃ使ってます。こうやってページめくっていくと、例えば、なんかこういう表示、値段が書いてあって、お届け日時書いてあって、みたいなのをみんなするんですけど、ただ、この商品だけなんか25個の商品、5908円から、みたいなの書いてるんですよ。文字数少ないですよね。こういうものは結構プレミアになってる可能性高いので、こういうの積極的にリサーチしていきます。じゃあちょっとね、この商品の今の値段ちょっと見ていくんですけど、これが今8126円ですね。新品の最安値が8126円です。で、ランキングしっかり売れていってるのかっていうと、Amazon ランキング652、めちゃめちゃ売れてる商品ですね。はい。じゃあちょっとね、この商品電脳リサーチしてみましょう。価格上がってそうな感じしますね。まあ、野島オンラインとかね、6422円で売ってます。で、今のこれの価格が8126円ですね。はい。利益計算してみましょう。ここ出品価格が8126円ですね。はい。8126円で、野島オンラインで6422円なんで、計算してみると、で、こういう商品はですね、ちなみにゲームソフトとかクリックポストで送ると結構安く抑えられるので、FBA 使わずに自己発送でね、199円で送ったとして、利益計算してみると、286円という形になります。まあ結構薄利にはなるんですけども、この商品なぜランキングがいいので、めちゃくちゃ売れてるんですよね。こういう商品は、薄利でもいいからとにかく数仕入れて、何個も何個も売っていって、薄利多売で、ね、結構利益を積み重ねていけるような商品かなと思います。こういうものが見つかったら、またこうね、下のところに行って、横展開ですね。ここで横展開ができるので、見ていきますと。で、こういうのものとか、こういうものとかね、また同じような表示がありますよね。はい、こんな感じで表示があります。で、これも結構ね、こうやってやると本当無限にね、そういう商品見つかってきますので。なので、ぜひね、こういう感じで、まあ、これもそうですね。はい。これもそうですし。全部が全部プレミアになっているっていうわけでは、ないんですけども、ただ比較的ね、ここを目安にリサーチしていくと、特に時間がない人とかね、結構目安がないとやっぱりリサーチしにくいじゃないですか。だからこういうのを結構目安にリサーチしていくと、まあ、結構見つかってくるかなと思います。まあ、一つ一つ商品知識つけるってね、最初時間がない時ってなかなか難しいと思いますので、まずは目安でね、こういう形でリサーチしていきながら、後から少しずつね、商品知識をね、蓄えていっていただけたらなと思います。はい。で、またね、これ一通りリサーチ終わったら、またね、ランキングですね。はい、の方に戻って。じゃ、またね、こう一つ一つ見ていくと、もう先ほどのやり方みたいなところもずーっと、もう無限にもう繰り返せるっていうような形になるので、またここからランキングから拾って、で、このね、商品ポケモンカードっていうのに調べたりとか、まあ、この段階で下に行ってね、もうここから、こんな感じで他の商品チェックしていますみたいなところとか、見ていくと結構本当に無限に見つかってきますので、だからぜひね、こういうような形で Amazon ランキングからの横展開っていうのをやっていっていただけたらなと思います。はい、というわけで電脳リサーチの方、お伝えさせていただいたんですけど、今回のお話ね、まとめるとこんな感じ。電脳リサーチっていうのができてくると、本当に短時間でね、リサーチから仕入れまで、結構完結していくので、サラリーマンにとってはもう大きな武器になってくるかなと思います。なのでぜひですね、今回お伝えしたようなこの電脳リサーチっていうのを使っていってですね、もうめちゃくちゃ忙しい日々の中でも合間合間でセドリのスキルをね、少しずつ上げていって、自分のね、収入利益も少しずつ大きく膨らませていって、もう今のですね、過酷な状況、もうしんどいね、状況っていうのを一変させるように、なっていっていただけたらなと思います。本当に僕もですね、サラリーマン時代からですね、セドリやってきて思うのが、セドリっていうのは結果が出るのがめちゃくちゃ早いです。商品を仕入れて売るっていうね、もうここまでのスピードがですね、そんな1ヶ月かけてとかっていうわけではないんですよね。その日仕入れて、その場で売っていって、売れたらね、もう利益になるってね、もう結果が目に見えて分かりやすいので、だから本当に資格とかね、特殊能力とか、才能とかセンスとかもうマジでいらないので、僕なんかこんなん何もなかったですし、普通にですね、もう満員電車でこうやって埋もれている、どこにでもいそうな社畜だったんですね。そんな社畜だった僕でも、脱サラすることができましたので、これ見てくださってるね、方なら自分の目標とか夢とか、絶対達成できますので、ぜひですね、このセドリっていうのをですね、本気でトライしていっていただけたらなと思います。で、セドリやっていく中で、やっぱりですね、まあ、なんかここうまくいかないな、まあ、ここどうしたらいいんだろうみたいなね、そういうところでね、やっぱ困ってしまうことがたくさん出てくると思います。で、そういう場合ですね、やっぱ YouTube だけ見ててもなかなかね、完全に深く理解するって難しいんですよね。そういう場合は、僕のこの動画の概要欄に貼ってあります公式 LINE の方に直接ご相談いただけたらなと思います。実際ですね、ご相談とかね、ご質問いただけましたら直接ね、アドバイスさせていただいたりとか、質問に対して回答させていただいたりとかしますので、ぜひですね、公式 LINE の方、お気軽にご相談いただけたら
かなと思います。というわけで、こんな感じでこれからも本業はサラリーマン、副業で背取りをやろうと思ってるっていう方に向けた背取りの動画っていうのもこれからも発信していこうと思ってますので、背取りについて勉強したいとか深く理解したいとか、うわーマジで仕事辞めたいって方はチャンネル登録ポチッと押していただけたらなと思います。それではご視聴ありがとうございました。それではさよなら。